はい、えー、FM 小座をお聞きの皆様こんにちは水曜1火曜ですね15時からは、えー、小座でも DJ 始めましたお送りしておりますパーソナリティの記者場拓実です、えー、この番組では皆様の夢を募集しておりますあんな夢こんな夢番組宛に送ってくださいまた夢への心配事や悩みがあれば、えー、勝手に上から 上から目線で解決していければなと思っておりますどしどしメールくださいメールは761 fmcoza.jp 761 fmcoza.jp ファックスが098934-8653 934-8653ですお待ちしておりますさて本日も本日もお越しいただきました日賀さんこと ガッチャンでございます。はい、いつもありがとうございます。もうはい、呼んでいただいて。いやいやとんでもないです。もうメインメインパーソナリティメインなんですか。はい、よろしくお願いいたします。はい、今日もいろいろノープランでノープランなんですか。はい、ノープランなんですよ。はい。あのその前にねはいあの本当に内地からあ今日さんありがとうございます。ありがとうございます。まあ。 本当えらいよね、本土からね。はい。このでも沖縄ちょっとだけは寒い？少し寒い？寒くない？全然寒くない。あいいですね。すごいですよね。この FM 小座の本当なんです。力とイエド。あそうなんですか。イエド。いあもう力がすごい。はい、本土の方から今日は外から応援、お越しいただいて時に帰るっていうことなんですけど。あ、そうなんですか。つけしのも食べました。 おしろも食べたんだね昨日ね。いいと思います。はいはいわかりました。よろしくお願いいたします。リクエストの方もお待ちしておりますよ。夢に関わる曲ならなおさらなんですけども何でも構いません。どんどん曲のリクエストも送ってください。内曲もね。何曲も何曲でも。ない曲もね。内曲内曲はもうがっちゃンさん歌う。俺歌うんだ。はい。 適当に <laughs> 適当に知らんけどみたいな感じでぜひよろしくお願いいたしますはいえー、っとね夢ということで勝手にどんどんお送りしていきたいんですが<夢>もうね、あのー、今ちまたを騒がしているもうみんな聞き上けてるのかな5人組 SMAP さん どうですか、勝手にがっちゃん、勝手にがっちゃん意見は、2年前から解散するって、自分はもう思ってましたねそうなんですかそんな話題が、東京で、そっか、もう結構入ってきますからね、大変失礼いたしました逆に持ったなっていうのが、自分は不思議だったんですけど、それがやっぱりジャニーズの力ですよ。ジャニーさんのジャニーズの力ということで、はい、分かりました。 どううでしょ最近、調子の方ははいかがですかはい調子はいいですよ調調子子しすぎて困ってますもうまだ2週間しか経ってないですからね、前がっつり話をした後にでラジオでお話できなかったんですけどね、どうしましょうか、えっと、なんでしたっけ、女の子を募集してる、女の子のね、バーテンとか。 やりたいとかなんかいろんなね、はい、いやこんなことやってみたいよっていう人も探してるんです実ははいはいはいお店の店舗作りもちょっとやってみたいなはい面白いじゃないですか沖縄なしでもいいんで、はい、でなんか、うん、あれも言ってたじゃないですかえっ、ー、とっとっと,となんかリポーターそうリポーターみたいな感じでそうなんですリポーターとかねにこコンビ組んでもらって、はい、そうなんですはい バンドでもソロでも何でもいいからメジャーではないんですけど、はい、まず、えー、メジャーって目指してる子たちって多いんですよ、すぐね、41.5 41. キロマラソンで言えばすぐ走れてたらきついし、はい、それまでにどんな準備したらいいのかなっていう、まあ、応援とかね、うんはい、そういったサポートをやっていきたいなっていうのがありまして僕,僕は何をすればいいですかね。 励ます。はげまし僕は励ますのは上手ですよ。もうはいもう勝手に勝手にタクちゃん励ましていきたいと思っております。もうもタクちゃんはまして。よろしくお願いいたします。ガッチャンさん来てますよ。沖縄アキちゃん。お、アッキーさん。アッキー。ガッチャンが歌うわら。これは期待大だ。来てますね。いいね。はい。早速どん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 来ておりますよ。はい。またねリクエストの方も早速届いておりますので。 どしどし送ってくださいということで、はい、今日はあのまた名言名言っていうところにもやっていきたいと思うんですけど、はい、僕の名言がちなみに「えー、世の中に不幸はないすべ<ー>てが試練である」という<ー>かっこいい言葉が好きなんですけどもガッチャンさんのビシッと僕はもうないんですよ。ないあ,あったんですけど。<laughs> あれあれ出てこない。出てこないじゃんあったんですけど名言じゃなくなってあかなかなりすぎるんですよなんかもうなんかこんな名言やるとあれなんかだんだん下に自分が成長していってだから名言のし名言最近作ってないんですけどリアリティもないんですけどじゃししいといえばもうガチャンさんのこの立ち上がりとなった名言とかが僕はもう 今本当はねまあ一言で言うと、今は、はい、ちょっと出会いに感謝っていうのがあはいちゃり場町で出会いに感謝。感謝っていうのを最近、ちょくちょくあの感じますね。もうそうですね、前も僕もお話したんですけどね、本当にこうやってラジオができてるのも,も、えー。 出会いともうガッチャンさんの、ね、はい、一週間交代でもう場所もはいすいませんよろしくお願いいたします、うん、はい、はい、じゃあちょっとスタートなんで、うん、変な汗かいてるんで一旦もう一度曲の方をお送りしたいと思います、はい、聞いてください 哦。Oh. はいすいません。やっぱすいませんね、もう慣れてないもんで切ってしまいました。一生懸命口ずさんでた方。本当にすいません。いやもう本当もすいません。本当申し訳ないです。ガッチャンさん歌うからと。いや今歌うから。びっくりしましたよ。すいません。本当に口ずさんでた方。大変失礼しました。できれば後でもう一回流しますのでね。よろしくお願いいたします。いろんな形で。 はいメールも入ってきてるみたいな。来てますね。えっと。ガッチャン、ガッチャンイケメン。ガッチャンイケメン。ありがとうございます。あっきありがとうございます。横はちょっとイケメンかなって思いますけど。はい。いえいえ、そんなことないですよ。日ねあのピアスもちょっとね、素敵な、素敵なピアスを今日してきていただいております。さて、どうしましょうか。芸能人の ねはい、皆さんが、まあ、芸能人というか、有名人の皆さんがいろんな名言を残されてるんですけども、はい、それをね、少しずつ取り上げて、また勝手に意見していこうというコーナー、よろしくお願いじゃあ、はい、早速いってみましょう、はい、いいですか、亀田光基さん、僕の、ね、ボクサーですね。ねどうですか彼,の彼は すごいよね。す、まあまあ。兄弟ね。はい。格好いいよね。格いい。はい、亀田コウキ長男。俺は普通より少しは力があるかもしれないけど、ほとんどが努力や世界一の親父だと思ってる。ああ、これ嬉しいですね。はい、もう。はい。親父と思ってるってね。まあ、でもはい。努力にまつわるものはないです。はね 大きいことを言うけどやっぱり努力はしてるんだと実績残してるから大きいこと言っていいんですよ、はいなるほどもうね、実績も残さないで言う方もたくさんいますのでね、はい、はい参りましょう、ソフトバンク、孫正義さん、正義っていいのかなは最初にあったのは夢と根拠のない自信だけ。以上 ねそこから始まっての今がある,、ね、あるということでね、うん、もうはい素晴らしい感じですど今日ちょっとガチョウさんなんか元気ない元気じゃなくて <laughs> ちょっと聞き行ってみようかな <laughs> あじ,ゃあじゃあどん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 、はい行っていきますよ、はい、一番いけないのは自分なんかがだめだと思い込むことだよドラえもん。ああ もうちょっとドラえもんだったらもっと励ましてほしいもっと本当はねできればドラえもんだったら夢のあることをくれよっていう感じですよねもしあなたがドラえもんっていうんだったら久保さんがドラえもんだったらどのくらいどんな感じ僕がドラえもんだったらどんな感じ名言名言あ僕がドラえもんだったら簡単に簡単に。

それビックしました。はい。はい。ではどんどん参りますよ。ええ、学徒さん。学徒。は学徒。夢は見るものじゃない。夢は叶えるもの。叶えること、それは強く意志を貫くこと。そう。ね、あの当たり前っぽく聞こえてね、はい。学徒って。はい。もうちょいだね。もうちょい。うん。夢は夢叶うもので。 はいあると思いますよ叶うもの夢は叶えないま、まあ、叶うからこそ、はい、言うんであって叶わないものは、ねはい、残さないですから目標遠い目標近い目標夢たくさんあるんですけどはい岸田さん遠い方がいい近い方がいい何何をですか僕は夢って近い方の現実を見るんですよ 早く早く越したいから。そうですね。近い近いに。でも結構遠い十年かけてとか、もういろいろあの長いスパンで考えている人もいるじゃないですか。はい。どうした？猫が入ってきた。大きな猫がね。一匹入ってきましたけど。はい。ここん猫こんにちは。大きな猫。 皆さん大ききな猫が入ってましたよすみません、今日もトラブル続きですよ、曲も途中で切ったり、失礼しました。じゃあ参りますよ、私のライバルは昨日の自分です。これが今、時の方、ベッキー。ベッキー、ベッキー。ああ、すごいね、やっぱりベッキーらしいね。じゃあ、ベッキーに一言ワー。はいありがとうございます。 じゃあこれも今時の人稲垣吾郎さんああ吾郎ね s m a のねはい他人に認めてもらうにはまず自分が努力することああ自分ができないと他人認められないですからねはい分かりましたどん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 あこれこれいいですよテリー伊藤さん凡人は昔の自慢話をするしかし天才は昔の自分に興味がない おお、うん。深い。深い。これ深い。深い。かなり深い。ね。深い。もう結構、これ、もう喋らんで。ちょっと、どこかな。面白い、面白い。どんどん。どんどん行きましょう。はい、あ、同じく、今時の方、スマップの。さん。草薙さん。草薙。ちょっとスマップ、あんまり好きじゃない。あ。俺、好きじゃないんですか。好きじゃない。じゃなあの、好きなんだよ。あ、はい。 ははいい次じゃあ草薙さんいきますよ、苦手だと思う、それをちょっと乗り越えたところで自分の知らない自分と出会えたりする。これはさっきのね、ちょっと近いていうような感じでね、じゃあ、どん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 いきますよ、ダルビッシュ有さん、はい土日の休みが消え。 夏休みが消えて冬休みが消えて、うん、友達が遊んでいる時に練習してただから今がある、うん、<laughs> まあ 頑張れば頑張ればどうにかなるよっていうね、ような感じだと思うんでるときも自分は練習してるんだよって言いたいんですよね、いろいろ努力してるんだよって。よかったです、今日ガッチャンさん来てくれて、僕今日これやろうと思ってたんですけど、僕一人で喋ったら、やぬ上からやる、ああ、ってなったかもしれないんですけどね。ダルビッシュう遊びも天才、努力も天才なんですの一流なるんですよね。ね、う、ね、ん、そうですよ、ね、はい どどんどんいきます、はい、マジック・ジョンソン、あのー、懐かしいレイカーい。バスケットのね、バスケットマジック・ジョンソン、<ー>君は幸せになるために生まれてきたんだよ、うん、あ嬉し,い嬉しいですね、これ、言われてみたい、あの,あの笑顔で、あ,<ー>あの笑顔に白い歯でね。そうだ、ね、幸せのために生まれ、うん できたらもう、何でも、あれだね。頑張れるね。これ大きいね。深いっていう。大きい。やっぱり世界の人だね。あの、あの、僕が、中学校の時の先生に。言われた一言だけがあって、今でも覚えてるんですけど。あなたならできるよ。ああ。いいね。別れ際に。言われて。これはよ。なんでできるのに、やらんの?。ってできる?。こうなのに。やらんの?。ああ。 じゃあみんなにも言ってた褒めたら伸びる子でもあったんですかそうあっこの先生みんなに言ってたみんなに言ってたガッチャンさんの身の回りがそういうことを言われるような人だったとかそういう自分なんか時代はそんなのが多かったあ時代で違うじゃないですか褒めてね伸びる子たち怒って伸びる子たちっていたんですけど僕らの時代はねちょっとやっぱり鞭を叩かれて 伸びていかんといけないような時代だったんで。え、策なんでやわできるのにやらんば一緒にやろうよ。いいんじゃないって。じゃあ、じゃあ僕が先生役しますよ。はいなんて答えたか言ってくださいよ。え、せあんたはなんでできるのにやらんのねぶたよ。よって、いつもぶたよさって、いつもねぶたよって、いたさって、いつもねぶして、ねたいねはい。 わかります。まあそんな感じ。答えはねもかったということです。はいじゃあ来てますよ。いろいろこれこんなバッグでいいのほらいいんじゃないですか。いいよないいよな。はいもうだって一応夢についてあの来てますよ。エイーサーさん。さん。ドラえもんに無反応のガッチャン笑。は拒否あ拒否反応。拒否拒否反応ですね。ちょっと怖いですよドラえもん。ドラえもんについてはね。はい藤子プロが怖いんでは。そうなんですか。い僕の長男が言ってましたよ。藤子プロのちょっとドラえちょっと っとていいいいいですどどんんう実は過去なんですけど飛行機にドラえもんを飛ばそうドラえもんのねよくあるじゃないですかポケモンとか最近ではその前に最初にねドラえもんで飛行機飛ばそうジ子プロだめだったんですよもちろんだめですよね自分はだめって分かってるんでなんでかっていうとドラえもんが死んだらどうするの 落ちて死んだらどうするのっていうことまでももう答えが出てるわけで分かるわけ5年後飛んでましたよそれどうするまちょっといろんな事情があってドラえもんもあちょっと売り上げ落ちてきたんだなみたいな大人の事情は。 これ行っていいんじゃないですか。だってさっきの話じゃないですけど、空に飛びたいなって言ってるんだから飛ばしてあげましょう。俺もね、空をね、十ネットばしたらいいんですよね。はい。じゃもうどんどん行きましょう。はい。どん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 行きましょうか。一旦 C.M. いきまーす。どうぞ。はいはい。 ガッチャンさんの眠いはまってますよ眠いから本当に眠かったわけ純粋に結構普段から基本眠い基本眠い寝てるんですよいっぱいいっぱい寝てるんですけど眠いじゃあこんな感じで。 操作が難しいなジョシュ。

おぼ焼きぐらいのもので中にあんが入ってておいしいわけです豚餅豚ち<餅><餅>じゃあちょっと訪ねてみましょう8秒前ですねはいえー、FM, FM 小ザをお聴きの皆さん、えー、火曜15時からは「小沢でも DJ はじめました、うん、お送りしてますパーソナリティーの汽車は匠とタララ「タラララーラララララララ さなんでチャルメラ最近いないのよ僕はよく歩いてたんですよ。さっき言ったんですけどね、僕は聞いたことがなくて。何でたっけないないんですチャルメラ歩いてたんですよ。音楽ね。一応あの、タララなななななラってね、皆さん。歩いて、屋台ああ、屋台この辺にくるくるっつって、イェーイっつってやって、屋台でラーメン食べて500円。やっぱりラーメン屋さんなんですかラーメン屋さんなんです。 これで違うやあのラーメンじゃないとかはなかったんです。必ずラーメンです。でなんでした。でも美味しかったんですよ。あのすごい美味しいではないけどね。この心の優しさ。美味しかった。あなんか勉強してる時とかあなんか疲れてる時とかなんか食べた子なんだよな。一応今自己紹介の途中だったんですけど。 パーソナリティのガチャンガチャンさんです。はい、ありがとうございます。あともう一つ、豚い、ブ豚モチブわかりますか？かりますかね？僕わからないんですけど。多分あの六十代ぐらいの人たち、五十代六十代の人たちはわかると思います。わかりますか？じゃあえっとみたいな感じで、はい、なんかブタモって言ってね、歩ましたよ。わかる方。 どこどこで売ってたよって最近最近あっちでもあったよあはいよろしくお願いします一番街にね僕最近ビッグモンがあるの見かけてびっくりしてあビッグモンねあったんだよビッグモンビッグモンあれあの160円だったかなビッグモンはい美味しかったよ中にねあったんですよねあのマークまだありますねかわいいかわいいですもんね何か経営してくれんかな ししくお願いいます復活はもうビッグモンのハンバーガーですよねあとジェリークイーンっていうとかさいっぱいあったけどねはいドーナツもなくなったしいろんなのがなくなるはずダンキンドーナツダンキンドーナツだありましたねほほいですよねおほほいおほほいダンキンドーナツほっほほいだったんですよ ダーン、キンドーナッツ。じゃじゃん。えい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 。 どんどんいきますよ、この番組は夢、あんな夢、こんな夢、皆さんからの夢をお待ちしているんですよ、本当は。本当ですよ。本当は、どんどん番組宛てにメールを送ってください、この番組から発信して、なんならガッチャンさん叶えちゃうかもよっていうような感じでね、いきますよ。よろしくお願いいたします。結構上から言いますが、勘弁してくださいね。今運転中に聞いいてる人 聞いている人はきっと事故にかけたはずですよというメッセージも来てますよ。<ー>はい,いや。事故にかけたはずじゃなくて、はい、事故ってない 事故って一回事故ったからメール打って警察に呼んで順番違うだろうと。間違っということはいいんですけども僕、聞きたいのがあったんですよ、もう一個ここから南城市に行くときにですね僕、南城市出身なんですけどもっ前はって南城市、さっき実は中学生にね、南城市って知ってるって。 ね,ね,ねびっくりした僕したこれショックだったはい南城市分かりませんでした <laughs> ハイバル分かるハイバル分かるハイバル分かるねうんすごいね、うん、えな、ー、バル分かるなバ,バル分からんえー、佐々木分かるわからん <laughs> ね南城市分かるわけないし、うん、<laughs> きれいにこのねこのギリギリ南城市からわからないというね面白いね南城市すごいっす、ね、こ,こっち。 もうね毛が届くところなんだけどなんか沖縄足と合わせぐらいの感覚ですよねでも合わせは沖縄足ですだからだから沖縄足でいったらそのぐらいの手と届くまあ具志かみたいな感じですよ違うちょっと俺も間違ってたねもういろいろもうはいあのはいまし はい、どんどんいきますよリクエストきてますんで、はい、曲の方をお送りしますあ曲なんだはいはいまずあののリクエストはお答えしていきたいと思いますよ大丈夫です、はいえー「元気ロケッツ」元気ロケッツで「タッチミー」「やったいラメいいですね」ってまた壊した はい、えー、お送りしました曲は。元気ロケッツでタッチミーお送りしました。はい、えー、お送りしているのはパーソナリティ記者畑組は先ほど言いましたので。はい、ひいがっちゃんですね。はい、がっちゃんさん、いつもお忙しい中、ありがとうございます。ほんとひいがっちゃんなんだよ。ひいがっちゃんさん。ひーが、あの、うん、なんかひがって多いじゃないですか。はい,は,いはい、はい、はい。まあ、ひいがって多いんで。はい。ひいがっちゃん。ひいがっちゃん。z。ひいがっちゃんは z だよっていう。 よかった映像があってよかったと思うんですけど今ラジオだけ聞いてる人はわかんないですねじゃあ改めて言いますひーがっちゃんは Z わからない方はどうぞんいてくださいねはいすいません見れなかったんで後でちょっとねはいすいませんいろいろ外で聞いてくれてる方がいろいろ 教えてくれたんですけども、はい、では先ほどの有名人の心に残る名言集 2> 第2弾第2弾いいきたいと思います早速トップにふさわしく「世界のイチロー」あ「イチローかれ、はい、ね」「一郎ロー,カレーの一郎ローね」「一郎ロー,カレーの」はいはい <laughs>、はい、いきます <laughs> い今自分にできること、はい、頑張ればできそうなこと そういうことを積み重ねていかないと遠くの目標は近づいてこないもうさっき言ったばっかりだねこの話は遠い目標で近い目標を超えていこう超えていこう近い目標をどんどん超えていくことによって遠いところをつかむんだよいつの間にかねそこに行ってるわにっていうねいや行こうぜそこに行きましょうよそうなんです あこ,れこれいいですよ、うん、サッカー長友選手僕にはサッカーの才能はないです、でも努力する才能は人一,一倍ある。でも、子供に夢与えないな、これは。あこれは。あちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっとい、威張って、本人が言ったやつを、はい、じゃなくて、いいようにやってから言って、今。はい はいあッ OK、じゃあいきますよ。僕にはサッカーの才能しかないです。でも努力はします。サッカーの才能はないんじゃないんだよね。はい分かってない。だから、それを、もにじゃあ、ガチャさん、行って。俺がガチャさんに言ってみましょう。サッカー まあいいか、まあいいか、オッケー。いや、いや、あのね、困った時はこんな感じでいけますよ。飛ばせ。あ、これ、これはでも、どうなん、どう、そうなのかな。え、き、きもたく。きもたくね。はい。手を抜く方が疲れるんじゃん。そう。まだ僕、その、その局地にたどり着いてないかもしれないですね。手抜く。手抜く、手を疲れる。手を抜く方が疲れる。うん。置いていかれるからね。ああ、あ。いうことだろうね。 トータルトータル的に結局やらんといけんさはいはい人がやってる時に怠けてはいまたその人がやってるところにたどりつくのに倍疲れるっていうそういうことなんですよはいはい比嘉先生のあのまあ考えではですね Z 先生はい Z 先生あっ Z 先生いいね Z 先生いいね今日から Z 先生先生でじゃあのはいいね ドラゴンボールみたいな感じになっちゃいましたね、すみません、Z 先生、Z 先生よろしくお願いします。はい、ちなみにあの、僕のニックネームもまだまだ募集してますので、今のところ、カエルで止まってますので、カエル、カエル、カエル、キャラがですね、あ、はい。じゃあ、きから聞いてくれた方がいらっしゃったら、ぜひぜひお願いします、はい、僕、ニックネームとキャラを募集してますので、うんはい、どんどん送ってください、今のところ、カエルさんで止まってますのでね。 いいのがあればよろしくお願いいたしますでは続いていきますよどんどんビル・ゲイツジャジャンセッパンジャジャンは俺にさせてあオッケーわかりましたビル・ゲイツビヨンあのやっぱりほら心の準備だったりジャジャンはい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 いはいはいはい 切羽詰まった時にこそ最高の能力を発揮できる、はい、ああ切羽詰まったらやらなきゃいけないからねまあピンチがチャンスっていうような感じなんですかね次行ってみようはい行きます剛長渕はい来てみよう アキシャビョって言いました今。アキシャビョって言いましたよね。長門ちゃアキシャビョ言わないですから。言わない。言わない。やまあ僕の妄想なんだ。ゼット先生の妄想なんです。長門がアキシャビョ。一応一応一応いいそういいそうはいいそうですはい。あのキャプテンシップあたりで言ってそうですよね。はいどんどん進めますよ。はい。あアキシャビョ。人生は。

ほかにあないんですかびっくりしたあんまりツっコまれないミスターコーラってやったわけよミスターコーラそうそうそう美味しかったベストソーダとかさミスターコーラとかダブルコーラとかってどうでもいいんですけどいもういきますよスターというのはみんなの期待に応える存在でもスーパースターの条件はその期待を超えること期待通りじゃいけないだろうと。 絶対い努力してやれと。はい。スーパースターになりたいなって。ね。なかなか。だから昔ね。はい。商店があって。はい。スーパーがあって。はい。スーパースターって。超えたんだよね。何も超えるんだよね。今コンビニ？まあよくわかんないですけど。はい。はい。一旦 C.M. です。また C.M. なんだ。C.M. は二回流さないといけない。いけないいけない。いいですね。うん。 あこれいってみましょうねもう一度ガッチャンヒーガッチャンポーズよろしくお願いします <laughs> なんでアギジャビかあげちゃビようかあスーパーを超えるのはマルダイカそうなんですマルダイカはい 面白いですね。番組聞いて笑いすぎてお腹痛いよって。頭痛くなってきたよ。頭もいっ。チャースがアギジャビを養って。まあいいことじゃないですか。はい、楽しいですよ。こんな感じでラジオをね、ラジオとはなんぞや。ね。

飲みやかしてた俺 b g あっ<ー>、はい、そう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 皆さんのあんな夢こんな夢番組宛てに送ってください,いーー夢への心配事や悩み事があればい, <laughs> 聞いてたよおい <laughs> ないんな時間がもったいないんだよということでどんな進めていきましょうはいありがとうございますいきますよ桑田さんだったらどうなのかね妄想してみよう桑田さんだったらんか名言ってどんな感じなのかね桑田さんだったら俺の声で音楽を変えてやるああちょっとすいません面白くなってまあ面白くなっていいんですよまあ俺がだったら桑田さんだったらあの関係ないよ

はいダウンタウンの浜ちゃん、浜ちゃん行きましょう、なんか、やっぱそういうあれ気持ちがあるんだろうなっていう感じですね、俺は他の誰にも負けへんくらい、松本のファンなんかもしああ、いいね、これね、もうコンビアリの、コンビありの、自分なんだよ自分なんだよっていうような感じですね、はいじゃきますよ。サッカー本田圭はい 壁があったら殴って壊す。道がなければこの手で作る。どうでしょうこれちょっと寂しいな。なでですかこれ喧嘩嫌いだなんか殴るとかあ痛、痛そうよね。<な>壁,ね壁が痛い。これは壁が痛い。うん、壁痛いよ。壊すなよ。いもうこ壁は壊さんだよ。い、うん、きます。ははいいはい。 いいですよ、いいいですよ、タイガーウッズ。上達に近道はないし、人生にも近道はないんだ。一生懸命努力しなくちゃならない夢は大きく持って自分のためにその夢を持ち続けるんだ。タイガーウッズ。 5点点まああんまりねタイガー・ウズ知らんしだからねはいいきますよ所さん所さんできますかじゃあいきます遊びっていうのは完璧にやるもんじゃないのあまり完璧になりすぎるとプロになっちゃってそれが仕事になっちゃうからなるほどなるほどなるほど 次回ままでに練習はお願いいたしあん。これまあまあ彼らしいっていうかもうねいきますよ松本人志松本松本人志松本の名言いきます。彼らしいっちゃ彼らしい幸せとは自分が不幸せだと気づいていないことだこれはまた面白いですねはい。 俺だったらはいあのまあなんていうのうもう一人の自分を作ってるような感じかなあ矢沢さんとかはいミーティングとかで矢沢はこうすると思うんだよとかっていうあああ本人がそうじゃあ矢沢だったらこのステージ怖がるとこうやると思うんだよ俺はあいうねじゃあ僕だったらうん 二組だったらこんな風になるんだはずなのガッチャン先生だったらこう言うんだろうなゼッちゃんはゼッちゃんはあやればいいわけよみたいなわかりましたもういなガッチャンさんだけなんかあだ名増えていってはいじゃあいきます曲お送りしましょう曲だまた曲なんね曲やめましょうか やめようしゃべろうしったいもったいないもったいない今もうみんな今これ600名が聴いてる曲やめましたはい曲しゃべりますよえっともうどれまでいったかね第4弾第4弾ちょ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 さっきの事故の話事故の下りで僕話したかったんですけど本当これも夢に関係はないです高速道路走ってる時に

でかといって右に左へっては書いてないんですよ。うん、僕にどこに行って欲しかったのかなっていうことでちょっとイラッとしたことがありましたよ。はい、これは危ないです。<ー>危なかったですよ。確かにね。あのボーっとしてたらい左。危ないよね。左飛行するよね、はい。もうよかったですよ。左が上がりえさんじゃなくて。ね。うん、上がりさんの落ちだったら。上がりさんの落ちだった。ら本当に。あっちに。あっちってあ。<laughs> あっちに左へって書いてたから、あがりえさんのところにいたんでああ。はい。はい。どう。どどうしたらいいのか。どうし、どうし、大丈夫ですよ。あの、なかったことにしてもらえれば、全然。あ、なるほど。全然オッケーですよ。する。ね、する。ね。する。はい。するで。長渕剛が、うちなんちゅだったら。やってくれないですか。長渕剛、うちなんちゅうなのに。 絶対嘘。俺はウチはちょっと持ってたよ。違う。でば。あるよ。じゃあ、はい、やってみましょう。はいうん、全部ウチの方言で歌ってたよ。どんなどんなテーマですか。はい。 どんなんですかじゃあもうちょっとこっちで喋っておくんであ,のあれ練、ねねね、ってくださいよ長、ねはいはい、渕剛は内覧宙でもないですしいは桜島あの鹿児島なので絶対内覧宙ではないし鹿児島は沖縄じゃないんだ奄美まで奄美も鹿児島よねギリギリ鹿児島奄美が鹿児島,鹿児島でも沖縄は、うん、か奄美は沖縄ではない、はい、でもギリギリ奄美から 近いじゃあ、いとこギリギリいとこいとこいとこ、あのお父さんが兄弟だったはずで、ほら寝てないさ余計なしさ、そこを匠が言ったら白い。たまにはそうやってあなたが言うと、匠もやるんだみたいな。僕、俺がやるってみせかけて、はい、そこをあ、じゃあ練習しておきますよ。あの、はい。 はいいととうここででれもすね頑張っていきますよ、僕は昨日の出来事ってちょっと思い出したよ。おとといの話、うちの従業員、バーの従業員があの日比嘉さん、自分デートなんですよ、デートなんだ、なんでなんか2か月前に嘉手納の方で合コンがあったらしいね。 コンパというやつコンパして3名見つけたって何友達女の友達うちの従業員がねその中の1人デートなんですよってその日はデートして楽しかったんだろうね翌日自分寝てたんですよ1本の電話がプルルルルルンっ取ったわけすいません電話おっとしてますよって 落とした電話からかけてる自分に。で自分電話落としてないさ。いや今自分のこれよ出ぼけてるよ自分の電話で電話してあ自分の電話で電話してますけど落としてないですよって言ったわけや言う3秒ぐらいこれは言う3秒ぐらい曲がったわけさ。いやすいません電話落とした人がいます。はい それで気づいた。いえ、これ、電話落としてる。落とした電話からかけてます。とかって言ったら、俺は。俺は落としてますけど、って来たら。落としてないけどね。俺は。一応寝坊蹴ってるよ。あ、うちは授業落としたんだ。っあ、ありがとうございます。えどちら落としてましたって。読谷の居酒屋の駐車場の前です。はい。読谷の駐車場の前なんだ。近くに。 コンビニとか何かあります。あ、ファミリーマートがあります。よあ、じゃ、あそこに預けてください。あ、預けてもらった。んはい。それはいいですけど。自分、この従業員にとねして。伝えたらいい。のですよね。俺に。それは。わかります。電話してもつながら。つながらんし。困って。よそういった対象ってどうした方がいい。そういった対象、どうした方がいいですか。もう、あの、なんなら。まあ、言えば。もっと。ね、わかりやすく言えば、社長と。 部下の関係だった場合というような感じじゃないですか俺もねお家ちに行ってもいないわけ探してる家に行ってもいない携帯探してるしどうしようかなと思ってこういう時の対処法まあ落とした方がいいからどうしようもできないからほっとこうとほっとこうとほってこっとたら本人は探してやっぱりあったらしいでもファミリーマートにたどり着く本人 ね、どんんなな人なんですかねいやもう最後の最後思ったんだし、はいはい、やっぱりんか妄想なんかあるんだはずこの辺でもし預けてたらいいけどね交番にも行ってるんですよその前は交番にいなかったわけはい、はい、でファミリーマートもう最後の最後でファミリーマートでコーヒー買って向か、はいこれあの迎えまあ多分向かいで落としたかもしれないんですけど、はい、あの預かってないですよああ預かってますよみたいな。<laughs> 偶然というかもう運命失礼はいこの間あっちの僕がやってるカフェの方に来てましたよ外にパソコン落ちてませんでしたかっておいパソコン落とすなよでもびっくりしましたもう一回聞き直しましたもんはいはい白いね。今パソコンパソコン落とした車落としたんですけどどこに見なかったですかって最高の A の A の5ぐらいにね忘れてる赤赤だよあっちはっていう感じでね落としました最高ですはいお送りしてきましたあっという間ですね適当適当じゃないね楽しい時間はあっという間に果たして夢について語れましたでしょうかその辺はねもう皆さんにお任せはいもうはい申し上げましたが本当はね本当はこの番組では皆さんのあんな夢こんな夢 番組宛に送っていただいて募集してましてね夢名うん番組だったんですけど有名の心配事や悩み事こんな時どんなやったらいいバーっていうのをね勝手に上から目線で解決できればなんならガッチャンさんに叶えてもらおうガッチャン先生に叶えてもらおうということでプラス僕のあだ名とキャラを決めて早めに決めていただければという今のところ変えるっていうニックネームで ケロしゃべれっていうような感じで終わっておりますのでね。とい,いと,ねということで、はい、お送りしてまいりました、はい、今日うも、はい、皆さんどうおね、国境、はい、火曜夕方、楽しくお過ごしください、お送りしましたのは、木柴はい、と、はい、ひーがっちゃんひーがっちゃんさんでした。ひがっちゃん先生と、えー